前さん、見投げされるのかい。なんだと。足なの底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足なの底はあっちじゃ。
けの道を知る者ならば物敵を打ってはくれまいか。物敵だと？そうじゃ。あれはこの先の廃寺にこもり村人たちをまやかすため幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。廃寺か。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても2階に穴が開いているはずじゃ。いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり。汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあご供養していきなされ。あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていただけるとか。私は道中落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
殺様をご覧あれ。この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。が、おめえもこの寺に来てたのか。お前は、ふん、野暮用って言っただろう。ここで何をしている。あっちの方向こう岸まで渡りてんだが、往生しててな。対岸に渡る術は忍び凧を使いや渡れるな。だがずっと凧を上げておくにはコツがいる。凧上げの素人には荷が重いってもんだ。そうか。崖下に凧上げ係のラッパがいる。あいつにずっと凧を上げさせる、そんな芸当ができりゃいいが、袖の下は通じねえとよ。まったく当てが外れたぜ。星ガキ、あっちじゃ。生ガキはあっちじゃ。崖越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。Oh!
行け。